本日のテーマはコロナ差別防止についてお届けしていきますどういったものが差別になるのかっていうのをまあ大まかでいいのでお聞きしてもいいですかはいあ,あの例えば、えー、周りで僕の周りにも陽性になってしまった方、はい、というのがいる中で、うん、えっと差別っていうのをですね例えば、はいえー、今。 例えば聞いている方が自分差別してるなって思う人ってほとんどいらっしゃらないはずなんですね。はい、で重要なのはコロナ差別というところだけで話をすると、うんえっと、自分が防衛しているような行動が陽性になった方の方から見ると、はい、差別に見えるっていうのがすごく複雑な問題だと思っていて。なるほど なので、えっと、自分としては差別、いやそんな人ひどいよねと思ってて、うん、だけど自分がやってる行動実は差別になったりつながったりすることがあるんですよねっていうのをやはり我々は今、啓蒙していく必要があるかなと考えているのでなるほど具体的にその差別についてどういうものがこうでっていう,うです、ね、よりもです、ねうん、実は自分がその差別している側になってるかもしれない可能性みたいなものを自分で考えていくとかですね、うん、あと正しい情報をちゃんと手に入れて、うん、例えばコロナの対策はこれが正しいんだ とか、はい、国が打っている施策では今、10日ぐらいになっているはずですけども、うん、保健所から10日,間10日後にはもう自由にしていいですよって言われて自由にしている方が実際に10日後、自由に行動するとえあなたコロナだったのに出てきて大丈夫なんて言われたら<ー>えってなるのがその陽性の方から見た差別行為であり、うん、逆に、えー、それ大丈夫って言っている方はあ,のあんまり知らないので 2>,、うん、2週間じゃないのとか例えばですね、うん そういういところで言ってるんですけどあのなった方は不安なのでな自分がなってるってことはとても不安な状況なので、うん、やはりそっち側から見たときにはそれが差別行為になってしまうんだよねっていうのをちょっと今日うまく説明できたらいいなと思特定をするということ自体も差別であるし疑う、まあ、でも不安に思う先ほどあの、ね、田辺さんが言った時効を守るため、はい、自分を守るための,、まあ、その行為が差別では ないと思っていても実は差別であったりするうす部分になかなか難しいところがありますが玉城さんにお聞きしたいんですけれども玉城さんも実際にまあこういう取り組みをしている団体のお一人でその中でいろんな方とお話しすると思うんですけども実際にコロナに感染した方からのお話というのも実際に聞かれたことはあるんですかそうですね、えー、と4月当初ですね、はい、に感染された方が 方とお話しする機会がありまして、はい、実際その時は、まあ、コロナって何なのっていうような今みたいに情報がなくて病院側としてもこう、えー、隔離も長いですし、はい、PCR 検査もいっぱいするっていう今よりたくさんするっていう状況の中であ<ー>で、まあ、実際その方は重症だったけど、まあ、運よくあの治られてお自宅に帰った時に、はい、まあその方奥さんがいらっしゃって、はい、でマンションで暮らしたんですけども、うん、周りの方がこう ええ戻ってきたのコロナじゃないのっていうので明らかにこう<ー>マンション出ていかなきゃいけない雰囲気なのかなっていうのを<ー>、えー、裏からも表からも聞くっていうような状態ですねでもそのマンションの方々は悪意はないと思うんですよね。<ー>っていうその悪意がないんだけど、うんまあ、実際になった方にはもうマンション出るって相当大きな出来事だと思うんですよね,すよね住む地域を変えるっていうぐらい、はいえー、インパクトが多い。 キーっていうことをお話を聞きましたね。実際の体験された方からのリアルなお話。はい。こういう情報というのはやはり皆さんあれですから一人一人何かもうアンテナを張って誰だどこのドイツだという感じでも突き止めるような感じなんですかね。やはりいや、ね、はいやはり怖いと思うんですよね。うん、そのみ,みんなこうコロナになりたくないっていうのは前提としてあってなのですごい怖いから知りたいっていう部分は。 人間として正常というか普通だと思うんですけどもそれを過剰にしてしまうっていうそのまあんばいが難しいところであるんですけどもそのあたりっていうのがよけ知らないとその当時はまあしょうがないかったかもしれないですけどもその一個人としてはですねただ今情報いっぱい出てきているのでちゃんと情報を取れば今は大丈夫とかって分かるので、は。い 今後我々がまあそういうコロナになったと言える世の中っていうのはどうですかね実現できそうですかねえできそうというかなるべくあなるほどだと思っていますはいまそうじゃなかったらコロウィズコロナではないまあ確かに、ね、そうですよね、はい、全然一緒じゃないですよねうんなるほど百田さんはどう思いますかえー、まあ将来どうなるかっていうよりも、うん、えっと今実際かかった ていらっしゃる方っていうのはやっぱり日々四十人ぐらいいらっしゃいますし、はいうん、えそういうところの知見がどんどん積み重なっているのが今の現状だと思うんです。で例えばえっと県会議員の先生なんかで家族をお持ちの方なんかは、うん、えっとフェイスブックなんかでも公開 とししてて投稿されいるるのの方なんかもいらっしゃるで例えば子どもに対してどういう声かけしたらいいかなでそれがあの正しい声かけかどうかわからないですけど、はい、リアルな声っていうのは自分で取ろうと思ったら取りやすいですよね。でこういう公人の方々がやってまあやっぱりやりにくいのにされてる方がせっかくいるんで、うん、これはみんなでちょっと共有をして。うんうん えー、それを役立てるっていうヒントはたくさんあるんじゃないかなというふうに思うので、うん、そういうまあみんなの力をいろんなところで、まあ、あの集めて、うん、それからまあいい地域を作っていくっていうことなんじゃないかなというふうになるほど 考えますであと、コロナになったから対応が変わるかとかっていうのって、ちょっととあんまないんじゃないかなと思うんですの、はい、そもそも手洗いしましょうとか、消毒しましょうとかっていうのは、えー、かかる前でもかかるあとでもやっぱりやるべきことだと思うので、うん、なんか普段言われることを、まあ、そのまま継続していきましょうっていうところが、えー、今後も続けていくべき姿なのかなというふうに思います。